さんはどんな年越し新年を迎えたんでしょうか。私は今日は初詣に行ってみかん飴を食べて、はい、パパに誕生日プレゼントを買ってもらい、帰ってきてママのご飯を食べって感じです。ありがとうございます。なんとね、大吉でした。おみくじはやった。そう、大吉を引いたのでよかったです。バチコに乗らないではね、本当にあなた運勢最悪よみたいな感じのテンションだったんですけど、なんかそのよかったです、大吉引けて。うん、もうこれで少しはちょっと救われたんじゃないかなと思います。よかったです。明けおめ、明けおめ。髪切った、そう髪切ったんですよ。前もだけど、前からというかこの間も言ったけど、そう、こんばんは、明けましておめでとうございます。ねえ、マジで髪短い髪すごい短いんですけど大丈夫かな。明けましておめでとう、明けましておめでとうございます。おめでとう。みんなに会えるのはあさってですね、3日のニューイヤーズパーティーみたいなやつ。明けおめ。はい、ちょっとね、いっぱい、おーすごいすごい、よいしょ。 iPad でやってるったら iPad がちょっと切れちゃったのでこっちにします。よいしょ、 OK。 お、くまくまちゃんさん、タワーありがとうございます。ありがとう。明けおめ、明けおめです。 iPad のスタンドないの、iPad の、 充電が切れちゃって、そう 1% で頑張ってやってたんですけど、ちょっと充電しながらでもダメだったみたいで、そうダメでした。なので iPhone に切り替えます。もう iPad ちゃんがね、ちょっと電源が切れちゃったのでこっちでやります。ましておめでとう、おめでとうございます、おめでとうございます。明けおめです。いい、明けおめまし、明けましておめでとうございます。こんばんは、こんばんは、ね、早く髪伸びないかなって感じです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。明けおめ、明けました、明けましておめでとうございました。誕生日おめでとう。こんばんは、こんばんは。お、夏目さん、お、タワー、なんかめでたい、めでたいやつありがとうございます。ありがとうめでたいな、なんかすごいな、めでたいやつだ、ありがとうございます。やったぜ、すごい七福神みたいなやつ。お、 iPad が復活しました。 1% で生きてます。ギリギリで生きてるこんばんは、こんばんは。明けよろ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますの略ですね。明けよろ、明けよろ。こんばんは、明けおめです。明けおめ、こんばんは。今日は初詣行きました。
初詣行って、その後はパパとお買い物して帰ってきてご飯食べました。はい。あ、栗きんとん食べるの忘れ、それは明日か。あれ、栗きんとん食べるの忘れたって思ったけど明日か。明日、今日でもいいのか。こんばんは、こんばんは。誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。まだね、誕生日感あるよね、この背景だと。そう、まだ誕生日っぽいです。大買い物、なんかパパが掃除機を買ってましたね。大買い物してました。こんばんは、お誕生日おめでとう、ありがとうございますね。ハッピーニューイヤー&ハッピーバースデーですね。イエイ、ありがとうございます。ダイソン、そう、ダイソン、ついにうちもダイソン、ダイソンになりました。あけましておめでとう、おめでとう。やっぱダイソンってすごいんですね。なんかすごいらしい、やっぱ。そう、ダイソンいいらしいよ。うん。ダイソンデビュー、そう、ダイソンデビューですね。ダイソン。明けおめ、いや、明けおめですね。いや、なんか明けおめ、うん、マジで明けおめです。マジで明けおめってな、わかんない、マジで明けおめ、うん、明けおめです。誕生日おめでとう、ありがとう。ありがとうございます。誕生日ありがとうございます。明けおめですね、明けおめ。あいねちゃんだ、あいねちゃんです、あいねちゃんです、どうも。年越しジャンプした？してないです。年越しジャンプする意味わからん。年越しジャンプする意味がわからん。こんばんは、明けましておめでとう、おめでとう、こんばんは。かわいい、イエーイ。なきちゃん配信でカニ剥いてる。かわいい、カニ剥けるのか、カニすごいな。北海道帰ってるのかな、なぎちゃん、どうなんだろう。いいね、カニいいですね。明けおめことよろ、ことよろ。抜くのはお父さん。かわいい、明けおめ、明けおめ。2023初やねちゃん、お、確かに初やねちゃんです。お願いします。年越しそば食べました、年越しそば食べましたよ。家族が東京に来てる、うん、いいね、いい年越しだ。確かに、確かに。カニ、カニ、カニ。今日はいい天気、そう、いい天気でしたね。そう、だから初詣もめっちゃいい天気で暖かくて良かったです。ね、今日暖かかった。
でもさ、初詣行くとさ、なんかすごいちびっこキッズがさ、なんか1、2歳ぐらいの子たちがさいてさ、なんかうちの弟もこんなだったのになって思いながら、うん、飴一つで喜んでたのにと思いながらまあお年玉あげようと思いますけど、そう、あーすごいね、なんか思い出しましたね、弟のちっちゃかった頃を。そうねえ、手つないで歩いてたのになぁと思って、そうそうそう、あきおめ、あきおめ、誕生日おめでとう、ありがとうございます。ぐれてはないです、めちゃめちゃいい子に育ったと思います、多分、うん、ぐれてはない、絶対。ドライグアニちゃん支援する、わあ、ありがとうございます。なんかね、ドライグはね、なんかそのギルドみたいのを作って、なんかそのギルドで戦うみたいな感じらしいんだけど、だからみんなでギルドを作って、そのギルドを強くしないといけないみたいな感じなのかな、多分。なんか私たちはまだその参加できないみたいなんだけど、その期間が来るまでそうなんですよ。だからとりあえずはそのギルドみたいなのが大事みたい、多分、わかんない、適当かもしれない、私の中ではそういうつもりというか、それっぽい気がするそういうことなんだと思っている、うん、違ったらごめんなさい。合ってるね、合ってるって、そう、なんかそういうことみたいです、はい、すごい久々にリングライト使ったらめっちゃ目シパシパする、眩しい。ってことは超激レアが出たんですが、有利、あ、有利じゃないですか、絶対レアだ、レアで有利じゃないことはないはず、だってレアだもん、レアなのに有利じゃないなんてことはないはず。最近太鼓の達人やった？やってないんですよ、でもスイッチの出たから、なんかそれやろうかなと思ってて、そうって感じです、どうしようって感じですね、スイッチで太鼓やるかなみたいな。あきおめ、あきおめです、誕生日や、ありがとう、ありがとうございます、誕生日でした。ポケモンはね、ちょくちょく始めていきたいなと思います、ちょっとまだやってないんですけど、うん、まあちょっと気が向いたら、はい、やりたいと思います。レアが5体必要、へえ、あ、そうなんだ、レアが5体必要みたいです、うん、ポケモンはあのバイオレット紫の方を買いました。ジャンタマ、ジャンタマやってます。でも MJ モバイルにさ実装してるじゃないですか、私が、あれってさ、どうやってさ出したらいいの、自分のカード、 MJ モバイルでさ自分のカードあるじゃん、あれどうやって出してやればいい、あれどうやって出るんですか、課金しないとダメなのかな、なんかジャンタマもやって MJ モバイルもやってる。ジャンタマはあの課金したんですよ、課金しないとガチャ引けないから、そうで、でガチャ引いたんですけど、ジャンタマ一人もキャラ出てこなくて、アイテムしか出てこなくて、すごいなんかショックでした。もうイベント終わっちゃったよ、あ、そうなの、あ、イベント中にあるそうなんだ、じゃあもう出ないのか、私は悲しい。だからジャンタマもやってるし MJ モバイルもやってます。こんばんは、こんばんは、おめでとう、ありがとうございます。
んばんは。こんばんは。ありがとうございます。誕生日おめでとうがね、まだいっぱい来て嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。キャラクター変更でアニちゃんにできる。あ、そうなんだ。へえ。ちょっとやってみようかな、それで。あきおめ、あきおめ。こんばんは、こんばんは。ヒータさんの大吉はいつまで有効？有効1年間じゃないですか？今日から1年間なんじゃない？おみくじだから。あきおめ、あきおめです。あきおめ。年年男や。うん。あ、妹が年女だわ。うさぎ年。明けましておめでとう。おたおめです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に こんばんは。髪伸びないかな。あんちゃんは牛、そう牛なんですよ。怪獣良かったよ。ありがとう。あ、ありがとうございます。嬉しい。私は怪獣良かったです。ありがとうございます。嬉しい。なんかね、あれもね、もうなんか先月のことぐらいの、先月のことなんだけど、なんかもっと1ヶ月以上前のことのように感じますね。私は怪獣。明けましておめでとう。みんな明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いやね、本当に新年一発目配信できてよかったです。明けおめこんばんは、こんばんは。よいしょ。ありがとうございます。はい、というわけでね、明けましておめでとうございます。今日からまた2023年、今年もよろしくお願いします。はい、というわけでそろそろ終わりにしようかなと思います。ランキング読みます。13位のりんやね大福さん、12位りょうたとりももおしさん、11位さくらのお友達さん、10位まことあやね大福さん、9位お父さん埼玉さん、8位 YSN73 あっとあきおめさん、7位やすさん、6位さとちだ大西軍さん、5位ゆうじさん、4位ゆうたあやね大福さん、3位たにさん、
2位くまくまちゃんさん、1位夏目あめ大福さんです。ありがとうございます。というわけでインスタとかあのツイッターも更新したのでぜひ見てください。バイバーイ。ありがとうございました。